ぱっちゃん。ぱっちゃん。にくにく。パパもある。パパもある？なんか貨物の電車来たよ。バイバイしてそこら電車。なんか陶器の中を紹介してたらこれで。これ？これなんだろう？これはスパゲッティ。これは美容師。これはタリーズだね。球グミはどこにあるんでしょうか？強風だね。たちゃんすごい。ふーちゃんこれできたね。乗れなかったのに乗れるようになったの。地球グミどこだ？ないね。ふーちゃんおいで。地球グミが完売してます。2店舗ね行ったのにもかかわらず完売でした。ふーちゃん別の日にねまた探しにね。ママたち歩いてるか確認して。あったんですよ、地球グミ。ねえ、ちょっと割高かなと思ったんですけれども、4個買って1000円。で、地球グミあった。地球グミ。シュッシュして。4個買ったね。クマバッグに出てきました。そうです。あ、食べれるの？食べれるの？ママは。バカです。地球グミ食べれないそうです。なんかクッとしたい。え、ポッチョ。置いていいですか？中身見して、どんなの？なんかゼリー。すごい匂いがする。250円だよ、1個。2個買えば400円。次、じゃあ600円。置いていい？ボクちゃんさ、電車恐怖なんだよ。電車恐怖症なんだ。座りますか？大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ママ、本当に大丈夫だ。大丈夫です。電車恐怖。って読むんだよ。タコ道とも読める。怖い。大丈夫。もう出る？まだ乗っとくの？ここ大次第だよ。大次道ね。どんだけがめっちゃ好きなんだ。そうそう、あれ、これナトリ川って言うの？あんまりさ、お金かけたくない。お金かかんないよ、大丈夫だよ。ママさ、さっきさ、給
安いね。優しいね。250円だよ、1個。クレジットで払えるしか。ここね、南仙台。出る？出ない。まだ乗るの？ここで行く。レンちゃん早いね。あれもあるし、あれもないよ。なんかさ、坂になってない。いい、まだ乗るのね。はいはい。坂になってない。本当だね、なんかここ斜めになってる。また早い。また早い。背の高い建物はなくなってくる。三田園さん。家政婦の三田園さん。次の駅でさ、終点。もう絶対さ、みんなで満足すると思う。あ、ほら、あの電車乗ったら帰れる。あの電車乗る？そうそう、乗る？あの電車乗ったら乗るの？ここ乗る？乗る？ご注意ください。ママも口来て。優しい。いいよ。島根においで。優しくない？バイバイ。バイバイ。そうそう、大丈夫。トイレ行けた？トイレ行けた。ママも座って。いいの？座ってて。座ってていいの。優しいな。そうそう。ちょっと開けないで。そうそう、食べる？食べる。偉いね、ちゃんと弟にあげて。美味しいでしょ。今って長場に。もう一個食べちゃうの？最後の一個だよ。ママさ。仙台駅の様子。これ、あっちゃん。じゃあさ、そうそう、次の日曜日ね。どこがいいだろうね。さあ、桜も咲いてないし。明日は。大丈夫。